どうも、こうちゃんです。はい。今日もですね、えー、高校野球のお話をしていきます。えー、選抜甲子園の、えー、切符をかけて、東北地区は3枠を争って、東北大会が、えー、開催されております。えー、このチャンネルはですね、以前ベスト8予想ということで、えー、予想、えー、しましたけれども、 ベスト8が、出揃って、もうベスト4が、決まりました。一体、何個、的中したのか、と言いますと、8分の6が当たりましたね。はい。成功学院と、古川学園が、惜しくも負けて、まあ、ベスト8、イ100点当たりっていうところまではいかなかったんですが、八8分の6、当たっておりました。まあ、そんな予想をね、 えー、置いといて、もうベスト4が、えー、決まりました。青森山田対鶴岡東、学校石川対一、一、えー、金足農業、一、え、ノ、ー、関学院対、えー、秋田修営、八、え、戸、ー、学園高生対、日大山田と、い、えー、言った、えー、ベスト8が、えー 行われて勝ち上がったのが八戸学院厚生一関学院青森山田学校石川とこの4チームに絞られましたとねえー、青森県勢が2校、えー、そして福島県勢岩手県勢といったところで 宮城県勢は惜しくも、えぇ、ー、ベストに、えー、入らずということだったんですが、まぁ、あ、和学園さん、市高さん、古川学園さん、共に、えー、粘り強い戦いをしてあんでないでしょうか、といったところでしたね。えー、まあ、ナイスゲームだったなというふうに思いました。あと一歩、あと一歩だったなというふうに思って見ておりました。さあ、えー、ベスト8のね、戦いはどうなったのか、といったところなんですが、 まずね、鶴岡東対青森山田の、えー、試合。このゲームっていうのは、本当に、えー、高ゲーム、えー、強豪校同士の、えー、試合だなというふうに、えー、戦う前から、えー、いいゲームが、えー、展開されるんじゃないかなというふうに思って見てたんですが、えー、鶴岡東がね、一つこう、今年の 遠く、えー、地区の高校の中で打撃が抜きんていてこの大会でも、えー、優勝するんじゃないかなという風にね、えー、こうちゃん予想してたんですが何の何の青森山田が勝ってしまったというねあのー、青森山田やっぱくせえなっていう、えー、印象を持った試合でしたね、えー、鶴岡東が優勝すると、えー、言ったんですが、まあ、青森山田も今年、えー、青森山田シニアがですね全国大会に えー、優勝した、えー、世代が青森山田高校に入学して、さあ甲子園掴むぞと言ったところの、えー、世代だよと言ったところで非常に力のある、えー、選手が多いよというふうには言っておりました。まあ試合の内容も、えー、そのような展開になったかなというふうに思って見てました。えー、鶴岡東の先発ピッチャーは、1回戦、えー、弘崎聖愛高校を相手にですね、 二安打十二奪三振を取った桜井くん、左の後投手が、本日も山田戦、先発いたしました。このピッチャー、桜井くんはですね、左のピッチャーで、まあ、三振の多く取れる、後投手というふうに、こうちゃん見ておりまして、青森山田戦がどれだけ桜井くんから、点を取れるか、しっかりと打ち崩せるかというふうに見てたんですが、えー、 桜井くんからですね、5得点、えー、取ってですね、青森山田が、まあ、しっかりと打ち勝つゲームをしたかなというふうに見てました。あの、鶴岡東の打線もですね、えー、山形県で一番、えー、打った高校が日大山形だったんですが、まあ、50安打以上、えー、県大会で打っておりました。 打撃はかなり強いなというふうに見ていたんですが、青森山田の先発ピッチャーの桜田くん、え2番手に投げた菊池くん、この2人がですね、なんと5アンダー、5アンダに抑えて、えしっかりと鶴岡東を強力出せよ、空中だと。そして逆にですね、え鶴岡東は、え桜田くん菊池くんの前に、え点が取れなかった。 言ったところでね。まあ、青森山田のこの二人はですね、えー、桜田くんは10番、えー、菊池くんは11番つけて1年生といったところで、エースナンバーの関くんが投げてないんですよね。まあ、こういったところも、一つこう、カウト監督の、こう、ちょっと余裕のある采配かなと、言ったところで、まあ、えー、青森山田サイドの投手陣はですね、まあ、 桜田くんと関君はくん、まあ、10番と1番、まあ、つけておりますけれども、まあ、ここ、背番号の関係だけであって、どちらが投げてもエースだよといったところなのかな、っていうふうに、見ておりました。まあ、菊池くんはね、1年生で11番つけてるので、山田で、1年生から、ピッチャーとして、活躍してるというと、 まあ本当にこう、すごい一年生、スーパー1年生だなっていうふうには見てまして、まあ、サイドハンドからね、やっぱりこう強気のある投球をしましたので、まあいいリリーバーだなっていうふうに見ておりました。まあね、この、えー、ベスト8の鶴岡東戦が一つ絶対にこのキーポイントといいますかあー、ターニングポイントになるようなゲームだなというふうに見てたんですが、ここね、えー、優勝をこう予想としていました鶴岡東が青森山で負けて、 やっぱり青森山田、やっぱ自力と言いますか、総合力高いなというふうに見ていて、今年の山田強いというふうに思った、そんなゲームでした。はい。ということでね、えー、この戦い、えー、本当に、えー、合同士のいい、えー、戦いだなというふうに思って見てました。5対1で、えー、青森山田がベスト4進出ということですね。はい。続きまして、八王子学院厚生対、えー、日大山形。 といったところで、まあ、青森県勢が山形県勢と戦うというね、まあ、前の試合と同じ構図なんですが、日大山形も県大会60安打と、えー、打撃力が非常に強い、えー、チームだなというふうに見ておりました。一方、八重学院構成はですね、えー、甲子園経験した、えー、高3番がですね、いると。 えー、洗大君と岡本君っていうね、えー、去年はダブル、えー、サワンエースというふうにね、えー、騒がれてね、甲子園でも投げておりましたけれども、そこに割って入ったもう一人のサワンの森田君がいるというね、このサワンのサンバガラスが、えー、非常にいいと言ったところで、日山型の打撃と、厚生学院の投手力といったところでどんなゲーム展開になるのかなと、えー、試合前、えー、ワクワクしてたんですが、 結果的にスコア8対1、7回コールドで八重学院構成が日大山形に勝ったといったところでね、えー、八重学院構成の先発は、えー、今日はサンバガラス、サワンのサンバガラス一人の新井大く君がですね、先発してですね、危なげない投球をしてですね、強力打線の日大山形相手に1失点というね、完、ま、投、あ、したわけですけれども、 やっぱりこの新井大君から点を取るっていうのはすごく難しいのかなっていうふうに見てましたね。日大ガタもやっぱりこう打撃力のあるチームで、一つの県大会60安打も打ってるチームなんですが、今日は、えっと、一桁、え、まあ5安打 ?5 安打かなうん。ね、まあ井大君の前にこう抑えられて、 ちょっとね、自分たちのバッティングができなかった、そんな試合展開で、まあ、終始こう、八重学院構成が、まあ、自分たちのやりたいゲーム展開で、えー、試合を行っていたかな、というふうに見てましたね。えー、打撃においてはですね、えー、2番の、えー、砂子田くん、新チームキャプテンでですね、えー、去年も下級生ながら八重学院構成の、えー、主軸としてですね、 えー、甲子園でも活躍したんですが、えー、そんな砂子田くんがですね、新チームキャプテンになって、えー、今日もですね、えー、快音響かせてね、えー、打撃力の高い攻撃型のチームのね、主軸としてチームを引っ張っていましたね。はい。で、この戦いもね、えー、そんなに点数開かねえだろうというふうに予想してたんですが、結果スコア8対1ということで、7回コールドということでね、 八戸学院構成の強さが、えー、際立った、そんな試合だったな、というふうに見ておりました。八戸学院構成がベスト4進出でございます。はい、続きまして、一ノ関学院対秋田修英高校の戦い。えー、スコア4対1の一ノ関学院が勝ちました。えー、秋田修英と言いますとですね、あまりこう、聞き馴染みがないような、えー、校名なんですが、近年ですね、秋田修英高校はベスト8。 えー、ベスト4としっかりと、えー、力をつけてきて秋田県でも競合、えー、と位置するような、えー、私学ということで、えー、今大会、えー、どのようなゲームをするのかなって見てたんですがまずは投手力で引っ張っているのが背番号6をつけた菊池くんですね背番号6をつけてマウンドに上がるときはですねマックス145キロと 145キロを超えるようなぐらいの快速球を持ってまして、この試合もですね、菊池くんが先発するのかなって見てたんですが、菊池くんはまあショートの位置で、えー、定位置で、えー、先発せずといったところだったんですが、一応性学院はですね、えー、ドラフト候補にも上がってくるであろう、長身のね、サワンの高沢くん、えー、先発してですね、えー、結果的に高沢くんがね、秋田周江戸線を抑えると。 えー、一失点ということで、えー、危なげない投球をしたかなというふうに見ておりましたで秋田秀英高校は、えー、そのキーになる、えー、菊池君がです、ね、ヒットを打って1点返すものの、えー、反撃及ばずといったところなんですが一応関学院の打撃力こんなもんじゃねえなというふうに、えー、コーチは見ておりますやはりこう毎年毎年一学といったらですね毒鉢軍団といったところで 非常に攻撃力のある打線を組んで、どこからでも点が取れる、そんな打撃力の、えー、あるチームなんですが、今年もですね、まあ、内山くんとかですね、えー、いいバッターが、えー、いるんですが、まだまだちょっと打撃力影を潜めてるんじゃないかなっていう、ある意味こう、不気味さを感じております。なので、えー、一応正確には、今までの試合で、 多分自分たちのバッティングは、させてもらってないというか、できてないというか、言ったところなんで、このベスト4からの戦い、一応学院の打望が、光る、そんな試合が見れるかな、というふうに見ております。はい。まあね、大黒柱のね、高沢くんがいるということで、一つこう、投手力としてはですね、まあ、硬いと言いますかね、こう、いいピッチャーがいると。まあ、その後ろにも、 小山くんかな小山くんがいるので、えまあ、投手力はですね、危なげなく、えー、いい能力を持っている選手が多いのかなっていうふうに見ております。一応せ学かくがですね、ベスト4進出でございます。はい、最後の戦いね、学校石川対、ええー、悲し農業といったところで、まあ、この両校ね、オールドファンはね、好きな方多いと思うんですが、 まあ、似たりよったりな、えー、カラーの、えー、チームの対決かな、というふうに見ておりました。まずね、金足農業はですね、秋田県1位通過ですね、第一代表としてト北ク大会に乗り込んできたわけですけれども、なんと言ってもやっぱり金農先風を巻き起こした時のエースの吉田昴成君の弟、吉田大輝君がですね、1年生ながらエースナンバーをつけていると。 言ったところで、まあ騒がれております。注目もされております。まあ実際に吉田大工の東京を見たんですが、吉田昴生投手、売り二つだなーっていうに見てました。さすが弟、吉田の DNA を引き継いてるなっていう、本当にこう、負けん気の強い、こうね、こう、喧嘩投法みたいなところから、まあ140キロぐらいの、えー、本当に質のいいストレートをげておりました。 えー、そんな中今日先発するのかなと見てたんですが、まあ、10番をつけた花田くんが先発ということで、吉田くんは控えだったんですが、ここね、吉田くんがもしこう、まあ、たらればなんですが、先発してたらですね、ま、あ学籍さんの粘り強い、えー、強さをですね、一つ初回からこうシャットアウトできたんじゃないかなっていう風には感じましたね。 まあ、原田くんもいいピッチャーなんですが、まあそこはですね、まあ、たられ場なんで、えー、まあ、置いとくんですが、まあ吉田くんが先発だったらちょっと、この勝ちゲームを引き寄せられたかなっていうふうには見てました。で、学籍さんの先発はですね、大阪井くんというね、1年生のピッチャーなんですが、なんと背番号2番ということで、もともと、えー、キャッチャー、本職はキャッチャーなんですが、マウンドに上がれば、 まあ、ん気の強いね、こちらもね、投、え、球、ー、スタイルで、まあ、140キロに迫るような、本当にこう、なん,ていうんですかね、迫力のあるようなストレートを投げていて、本当に気持ちの強い、一、えー、1年生ピッチャーだな、というふうに見ておりました。まあ、そんな大阪へ君のね、企画のあるピッチングがありですね、結果的に、三、えー、3対1といったところで、学籍さんが勝つんですが、ここまで学籍さんは、 1>, 1回戦、宮城の聖和学園戦2対1。えー、次の試合もですね、3対2かな ?9 時、9時じゃない。えー、3対2と言ったところで、この試合は3対1と、まあ、2点差以内の試合を勝ち切って粘り強く勝ち上がってきたチームなんですね。まあ、派手さはないんですけれども、しっかりと全員野球して守り抜くぞと言ったところで、まあ、一つ気になる選手は大阪へ君なのかなというふうに見てました。まあ、 キャッチャーで大の要なんですが、マウンドに上がれば、気がなこもったね、ピッチングで、えー、勝利を手繰り寄せる、そんなピッチングをできる、えー、一衛星ピッチャーかな、というふうに見ておりました。打撃ではですね、去年からやっぱりこう、中軸を打った岸並くんが、えー、一つキーになってくる選手なのかな、というふうに見ておりました。あとはですね、まあ、学籍さんの、監督さんは、佐々木純一郎監督ということで、元仙台育英ですね、 まあ、東北地区ではもう知らない人はいない。まあ、名称ですよね。まあ、この東北大会の勝ち方も知ってますし、あのー、野球も知ってますし、やっぱりこう、采配も、まあ、一つこう、注目するところなんですが、まあ、今大会ベスト4進出といったところで、まあ、2勝したのが26年ぶり、27年ぶりかな、えー、?2 勝して、1996年ぶりに2勝したと、東北大会。 で、まあ、一つ買ってベスト4進出なので、久々にこう、東北大会、東北地区に、え古、ー、豪の学籍さんが帰ってきたかなっていうふうに見ていて、非常にこう、まあ、こうちゃんも学籍のことをこう、好きな世代なので、ああこう学籍さんがね、強い学籍さんが帰ってきたなっていうふうに見てました。はい。まあ、そんな学籍さんがね、シーソーゲームを、えー、勝ち切って、えー、ベスト4進出。 でございます。はい。ということで、ベスト4の顔ぶれが、青森山田、一ノ関学院、厚生学院、学校石川というね、まあ、青森県1位の青森山田、青森県2位の八戸学院、厚生、えー、一ノ関学院は岩手県1位、で、えー、学校石川は福島県3位ということでね、まあ、3位以降が1校と、あとは1位、2位校ということなんですが、まあ、 これも加味すると、やっぱり福島県で第3位で第3代表で上がってきた学校石川さんの今大会の粘り強い、勝ち方っていうのを評価するべきなのかなっていったところを考えるとですね、もし学籍さんがベスト4で負ければ、これ、3枠目を考えたときに、ま、この戦い、この、戦況ぶりを評価して、 第3枠に滑り込むんじゃないかなって言ったところは一つこう、音楽としてあるんですよね。はい。といったところで、まあ、あと、一勝すれば、えー、ね、決勝進出にし、進出したチームはもう、まあ、先発甲子園確定なのかなって言ったところなんですが、前にもこのチャンネルで言った通り、第3代表決定戦がないんですよね。 ってなると、やっぱり先ほども言った通りに、えー、ベスト4の戦いが、えー、評価される、まず。で、それまでの、えー、戦歴も評価される、といったところで、このベスト4の戦いっていうのが、まあ、勝っても負けても非常に大事な、えー、位置づけになる戦いになるんですよね。と、いったところで、まあ、決勝、現実的に、えー、紅茶が、 予想する、えー、カードなんですが、まあこれ青森山田対八戸学院構成の青森県勢,勢同士の戦いになるんじゃないかな、そういったカードになるんじゃないかなっていうふうに予想しております。えー、この2チームはですね、やっぱり投手力、打撃力、総合力、えー、この3つを加味しましても、 非常にレベルの高い、えー、チームだなというふうに、えー、今大会見てました。やっぱりこう、まあ、構成においては、えー、森田くん、新井大くん、えー、岡本くんと、えー、ね、しっかりと投げ切れる交差腕が3人いますし、えー、青森山田は、え関、ー、君、桜田くん、菊池くんと、 えー、右ピッチャーの、えー、3枚がしっかり取り入ったところで、まあ誰が投げても、まあそれなりにゲームを作ってくれるだろうといった投手力。まあそして打撃力は、青森山田構成ってやっぱり伝統的な、えー、打撃のチームっていうイメージはありますし、やっぱり今大会も見ていると振り出す、り振りは鋭くて、やっぱり青森山田においては、 えー、津島くん、原田くん、えー、えびくん、ね、伊藤英二くんと、この、まあ、3、4、5、まあ、6、7と、えー、非常に今大会も当たってますし、破壊力満点なクリーンアップがいるな、っていうふうに見てました。まあ、一方、八戸学院構成はですね、去年から、えー、主軸を打ってですね、甲子園に出場してた、えー、砂子田くんがね、今大会もしっかりといい当たり、えー、激しい当たり打ってましたんで、まあ、投打、共にですね、まあ、 レベルの高いチーム同士の戦いに、えー、そんな決勝戦になるんじゃないかなっていう風に、こうちゃんは予想しております。はい。ということで、まあ、21日、小町スタジアムで準決勝、えー、ベスト4の戦い、えー、八重学院、厚生対一応生学院、えー、ね、行われます。えー、そしてですね、えー、青森山田対、えー、学校石川というね、 えー、カードになりました、えー、非常にここまで、えー、読めない、えー、ゲーム展開が多くてですね、まあ、雨にも流されてね、まあ、中断とか、えー、中止ってっとこもあったんですがいよいよ、えー、ベスト4決勝と、えー、残り2試合、えー、で、まあ、来年の選抜甲子園の3枠が決まってくるといったところなんですがまあねこのトーク大会、えー 非常に熱く、えー、そしてまだまだ熱くなるような、そんなあ展望かな、というふうに見ております。えー、他にもね、えー、青森県勢同士の戦いとかね、えー、佐々木純一郎監督の采配とかね、まあ、そんな勝敗、限らずね、そういったところも注目して見ていくと、 ああ、もっとこう深く試合に入っていって面白いゲームを見れるかな、予想できるかなというふうにありますので、まあ皆さんの推しの高校が、ね、一つベスト4にいるのであればですね、まあしっかりと応援していただいて、東北地区の高校野球盛り上げていってもらいたいなというふうに思います。それでは、じゃあ。